皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました絵画保存修復家の岩井と申します。今日はありがとうございます。初めになんですけども、いろいろ絵画の写真が出てくるんですけども、恐縮なんですけども、撮影はご遠慮願えればありがたいです。よろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。今日は先ほど高寺さんから、いろいろと貴重なお話を伺いまして、日本の修復体制が西欧諸国に比べたら劣っているという話を伺えて、そういう認識がされてきているということを大変嬉しく思いました。で、絵画保存修復家というのは簡単に言えば絵のお医者さんです。で、私は1980年に、イギリスに渡り、ロンドンのナショナルマリタイミュージアムというところに、主人と一緒に行ったんですけど、主人は絵描きで、食べれないもんですから私が修復家になったんですが、主人はこうやって私がマリタイミュージアムで修行している間、絵を描いていました。先ほどの絵がグリニッジ天文台があるところの美術館です。その修復部門の中で、もちろん西洋の、修復の技術や理念を学ぶとともに、紙の保存修復家から日本の素晴らしい技術を教えてほしいと言われました。で、私はもともと修復を、油絵の修復を日本で始まった時から和紙が大好きでしたので、表具の技術も並行して学んでおりまして、それが功を奏しまして、仮針を作って皆さんに教えてきました。こういうことで、約40年以上この仕事に携わっているんですけども、本当に皆さんに知っていただきたいのは、絵は生き物だということです。動物園だったり植物園、さっきサッカーのリーグに、小寺さん例えられましたけども、周りに誰か面倒を見る人がいないと劣化してどんどん年を取って病気になって、挙句の果てには亡くなってしまうものです。で、そういう例をこれから実際の作品でお見せしていきたいと思います。で、これが、ガラスの内側に発生した、結晶化したもの、上の段が、グラスディジーズといいまして、ガラスの内側からこう空気中の水分と反応して病気が起こるんですけど、それが乾燥するとこういう結晶化して固まります。で、下は胞子も見えますけども、カビが生えた状態ですね。で、これを普通に見るとなかなかわからないんですけども、ちょっと斜めから見ると展示してある作品のガラスの内がほとんどこういうふうになってます。で、このように掃除するとわかるんですけど、拭いたとこ左側が残ってるところですね、右側が拭いたところ、左が残ってるところ、これだけ曇りガラスになった額から絵を鑑賞しているということ、なかなかこれは分かっていただけないです。で、そういう額の中にあるとどういうことになるかと言いますと、こういうふうにこれ紫外線で日焼けして真っ赤に焼けてるのと同時に、こういう茶色のフォクシングというカビが生えた後に発生する茶色の茶褐色の斑点が出てしまいます。そうすると右側が修復後なんですけども、もう作品本当は台無しなんですね。で、どうしてそうなるかというと、こういう日本のスタンダードである悪い、ちょっと問題のある額装、湿気がこもってしまう、額温度の変化によって額の中で結露するんです。これは、冬のご家庭を想像していただくと、中が暖かくて暖房を焚いていると窓側で結露して水が垂れますよね。あれの、ささやかな症状が繰り返し起こるわけですね。で、昔の美術館では夜中に夜間5時以降は空調を切ったりしてました。最近でこそなくなりましたけども、そういう環境下にあって美術館にいながらにして作品が劣化していくという状態になります。右下のガラス見るとやっぱり曇ってポツポツってなってるのはカビが生えてるところです。で、これがベニヤの裏蓋を外したところですけども、間に入ってた紙はベニヤ焼けといって真っ赤に焼けてます。で、こういう症状になっても、処置をすることによって少しずつこうやって還元処置をするんですけど、作品が蘇ります。
まあ、このようになっているのは藤田嗣治の絵でも、左が修復前、右が修復後ですけども、髪が焼けて真っ赤になってしまう。まあ、また波打ちが出たり焼けたりしてしまう。で、まあ、この他にはテープステインですね。粘着テープをつけると経年劣化によってあの接着剤が髪に残ってあの焼けます。でこれも有機溶剤で取ることはできるんですけども、あの本当にあの作品を傷める原因の一つです。でこれはカビが生えた例ですけど、左側もカビが全面を覆ってますけども、右が修復後です。まあ、どれもちゃんと修復家がいれば処置ができる症状です。でこれはやはり経年変化で、あの山下清の作品なんですけども、あの拡大して顕微鏡写真撮るとこのように糊に引きつられて、あの亀裂が浮き上がってパラ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 っと絵の具が剥落するような状態になってます。でこれは、光による退色ですね。あの光に面した ところにはもうほとんど色がなくなってるんですけども、裏側から重なったところを見ると鮮やかなブルーが残ってます。だから、まあ、美術館の照明、紫外線によって色はもうどんどん退色してしまいます。でこれはベトナムの絹絵なんですけども、やはりあの日本よりも過酷な高温多湿の環境の中で虫食いやあの絹の酸化劣化によってボロボロになってます。右が修復後なんですけども、裏打ちを剥がすともう絹が水に溶けるくらい酸化してまして、まあ、絹がもう本当にこう布になってない状態でしか残ってない。まあ、でもこういうものも日本の技術によってちゃんと修復することができます。まあ、これは波打ちですね。でこういうふうにあの巻かれてこう直されていたものなどもちゃんと蘇らせることができます。まあ、こんなくちゃくちゃになっているものでも、まあ、皆さんがあの捨ててしまうかと思うような酸化した紙やあの傷んだものでもあのきちっと修復して戻すことができます。でこれは油絵の例なんですけども、あの本当に画面にこれだけびっしりとカビが生えてしまったりします。でもう一つあの大事なのは、展示室に展示しておいてもあのこういうふうに汚れが堆積してくるんですね。これはもう間接的にハケで掃きながら、吸引するんですけども、これだけ多くのほこりが画面には毎日毎日堆積していって、まあ、程度にいるときに実験しましたら、あのその中に含まれているもので一番多いのは人間の皮膚でした。で、まあ、表だけではなくて裏面も長年のほこりの堆積で真っ黒に汚れてます。これは虫無縁のパンでクリーニングしているところで、ここはクリーニングしたところですね。で油絵もあのその状態を見るっていうのが非常に難しくて、専門家でないとどういう症状が悪いのかってわからないかもしれないんですけども、まあ、一見するとそんなに症状悪くないかもしれないと思われるかもしれないんですが、こういうふうなあの木枠の亀裂、後ろからの押し傷、そしてこれ全体がニスが黄変してます。まあ、こういうものもあのちゃんと修復して、作画当時の、まあピカソが表現したかった風合いの画面に戻すということが大切です。まあ、これは非常にあの激しい損傷の例なんですけども、あの経年劣化によるキャンバスの破れやニスの黄変、そして汚れの堆積があるものですね。まあ、こういうものもちゃんと処置ができる。でこれは、まあ、暖炉の上にかけられてて、あの、まあ、梅煙みたいなのが積もった水溶性の汚れがついたものですけども、これも唾液や、水溶性の溶剤によってきれいにあの印象派の時代の色によみがえらせることができます。でこれも美術館で額装されて展示されてたんですけども、経年変化によって木枠がだんだん乾燥して曲がってくるんですね。そうすると絵の平面性を保てなくなります。でこういうふうに引きつれができたりしているのをやっぱりちゃんと修復しないと絵の具層に悪影響を与えますね。でそれとこのニスの黄変したものを取ると下から綺麗な色味が蘇ってきます。でこのセザンヌもあの、まあ、過去の修復で、ニスが塗布されていました。まあ、過去の修復では画面保護のためにニスをかけるんですけども、黄変しない合成樹脂のニスであってもですね、まあ、ニスの表面で光を反射するからオリジナルの色の
こう重なりっていうのが見えてないのが、まあ、この比較でお分かっていただけると思うんですけども、2層を取った途端に綺麗なグレーのハーフトーンが蘇ってきて絵の具の重なりまで見えてくるんですね。ですのでやはりこう日数をかけるという判断とかも修復家にとって難しい判断になってくると思います。でこれは、日数の天然樹脂の日数が応変した例ですけども、ピカソの青の時代の絵ですけども、まあ、ブルーの良さが全く分からなくなってますが、こんなに真っ黄色な日数が通れるんですね。でこれが除去後です。綺麗なブルーが蘇りました。でこれも国吉康雄の絵なんですけども、本当に色を重ねて何層にも重ねて描いてる作品なんですが、応変したニスが表面を覆っていると本来の色の美しさは全くないわけです。だこういうこともその破れたりすごく損傷がひどいわけではなく見えるんですけども、作品にとっては修復必要な処置症状であるということを、まあ、理解していただけるとありがたいなと思います。でこれは香月康雄のシベリアシリーズですけども、やはり絵の具層がものすごく厚いんですね。そうすると、まあ、150号ぐらい の作品なんですけど、木枠が曲がってきてもう絵の具の厚い画面をサポートできなくなってきます。そうすると絵の具層にもいっぱい亀裂ができて危険な状態になるんですけども、まあ、そういう状態のものを、この修復後は右側ですけども平面性を持たせるように、この日本古来の技術を使っている岩井保存パネルと命名してますけども、まあ、表具さんが作る屏風の下地、まあ、襖の上等なものと思っていただければいいんですが、まあ、これが修復した絵は全て私はこれに張り込んでます。まあ、世界中のパネルを探したんですけども、まあ、これが最も優れている。和紙はまあ製造工程から中性ですし、まあ、このパネルを、いろんな作品油絵にも使ってるんですけども、まあ、こういうパネルを作ってくださる、まあ、職人さん、下の杉の骨を作るのを骨師さんって言うんですけども、まあ、そういう日本の伝統的な道具材料を作る職人さんたちはもう食べていけなくて廃業に追い込まれたり後継ぎがいなかったりします。まあ、そういう優れた日本の技術というものを伝えなきゃいけないと思いますし、私たちの、まあ、理想的な保存修復っていうのはそういう道具材料に支えられています。まあ、ここに展示しているものは、まあ、私が使っている道具材料なんですけども、まあ、この上にかかっているハケなどは、まあ、京都で400年続く宇佐美西村弥平商店の刷毛なんですけども、世界中の美術館で使われてます。でここにちっちゃいのが楊枝みたいのが見えますけど、これが骨に使う竹釘なんですけども、これはもう廃業で在庫でやってる状態だそうです。ですのでもう廃れさせてはいけない技術とかを修復家を養成する施設がないんですけども、それと同時にそういう技術も継承できるような場所というのが必要ではないかと考えています。で私たちの仕事で、まあ、修復家って絵を処置するだけかと思われるかもしれないんですけども、もう一つの大切な仕事として、まあ、国際巡回展でのコンディションチェックの仕事というのがあります。でこれは日本の各美術館に保存修復家がいないがために成り立っている、まあ、皮肉なんですけども、そういう仕事で、まあ、私はこのおかげで世界中から集まる何百点もの絵を間近にチェックすることができて、その中で自分自身の修復の理念というのが育ったので、まあ、ありがたいとは思うんですけども、こういうコンディションレポートとかも独自に開発しますし、まあ、これは所蔵作品用のコンディションレポートなんですけども、まあ、こういうものというのは所蔵されている作品一点一点に必要な、まあ、健康状態を示す長所なわけなんですけども、まあ、こういうものも作れる専門家がいないっていうのが、まあ、今の日本の美術館の現状です。ですので最近はまあ、いろんな画廊とか、香港にギャラリーがいっぱい来たり日本からアメリカに絵を売ったりっていう時にこういう、長所を作ってくださいという依頼も増えてきました。
でこういうふうにあの国際巡回展で、これフェルメール展の時ですけども、海外から来たあの修復家の人たちと一緒に作品のチェックをしたりします。まあ、こういう仕事を通して、感じてたことがですね、その作品、世界中にある作品の8割以上にはあの修復の手が入っててオリジナリティを失っているということなんですね。でそういう経験の中からあの作品の風合いを生かしながら現状を維持できるようなあの保存方法はないかと思って19908年頃にあのお菓子に入っているエイジレスを見てこれが作品に使えたらなと思って始めたのが、まあ、自分で発案した、まあ、脱炭素密閉という額装です。まあ、この方法は、修復した作品見た目にはわからないんですけども左が修復前で右が修復後ですけども額の中で密閉されて酸素のない状態で保たれています。これが修復前の裏ですね。修復後の裏だから本当にあの額装もすごく大事であの、まあ、作品を守る額の中で守るという意識も必要になります。でこのようにあの修復されて脱酸素密閉した作品がこのようにたくさんあります。まあ、その中でもちょっと、異質なんですけども、地中美術館のモネ室を担当したんですけども、まあ、この地中美術館のモネというのが現状をまあ、作画当時の状態をよく留めているものでしたので下手な修復をせずにあ、まあ、隔離密閉で安全な状態で見せながら展示すると。で、まあ、この構想はおそらくあのストレージあの収蔵されているものをあの見せたりする、まあ、作品を守りながら、まあ、作品というのは人の目に触れて初めて価値が出るものですのでこう見せるというようなことを考えてやってます。でこれは、まあ、脱炭素密閉を応用した被災作品福島の絵ですけどもあのそのまま残すということで取り組みました。で熊本被災作品のレスキューもやってるんですけどもあのその地元の人によって救い出された絵を、まあ、雨ざらしになってもうあのお手上げ状態だって言われたものだったんですけども脱炭素密閉をすれば、現状維持ができる、まあ、ちゃんとした修復の手が来るまであの、まあ、現状維持で待っててもらえるということで、まあ、最初に国の、レスキューの近現代絵画っていうのを外されてしまいましたのでそれでまあこういうことで脱炭素密閉を100点以上の作品にやってきました。で、まあ海外の先ほどもあの出てましたけどもこれはポール・ゲティ・アート・センターというロサンゼルスにある施設ですけどもこの美術館やあの研究施設が併設してるんですけどもこのビルディング丸々一棟が保存修復センターになってます。でそこでは保存修復センターというのは保存科学者と保存修復家がいて保存修復部門になってるんですけどもここではまあ、世界中に、材料の分析をしたりして情報を発信してます。でこのように、この修復の、これはワシントンのナショナルギャラリーですけどもここにある、イーゼルの数だけ修復家がいるわけですけども日本全国の修復家を集めても、まあ、これに満たないかもしれません。まあ、日本の現状はそういう感じで本当にあの立派な施設で修復ができる西洋諸国というのはあの本当に素晴らしい文化に対してのやはり理解が違うなという感じがします。で、まあ、広大な修復あの保存施設も必要になってきます。で修復にとってあのアーカイブとかあの調査研究というそういう連携がなければ本当にあの理想的な修復処置はできません。でやはりあの私がこう切望するのはあの研究アーカイブ機関と連動しそして国際的な基準を満たしたあの、まあ、職人さんだったり西洋の絵画修復技術だったりをであの継承できるような修復センターがあの日本のにできたらありがたいと思います。でそこではやっぱりあの日本ではインターンシップ
お医者さんと一緒なのでインターンシップが必要なんですけども、なかなかこう実技を続けていく場所がないというのがあります。だからぜひともその日本にある芸術資産を守り増やすためにも、まあ、そういうセンター場所を作るということが急務ではないかと考えております。まあ、駆け足であれでしたけども、またそういうご興味のある方は本などもありますので、ぜひご一読いただければありがたいです。ではどうも失礼いたしました。ありがとうございました。岩井様ありがとうございました。続きまして、小松様お願いいたします。